はい皆さんこんばんは。火、え、曜、ー、日の夜10時、えー、ねあのー、ランダトシュライブということで、すいません今ちょっと、えー、とインスタグラムの方の、えー、ライブを始めて、えー、おります。はいこちらも、えー、やっておりますので皆さん好きな、えー、画面から、えー、動画から見ていただけると、えー、嬉しいです。よいしょ。<laughs> はい。 で、えー、今日は久しぶりに2週間ぶりですねあの、新しいテーマいきたいと思っております。まあこれね、1時間番組ということで、えーまあ、11時過ぎては、えー、中身終わってなくて、うん、放送は次回に持ち越すという感じで集中してやっていきたいと思います。で、まあ,ちょ,あちょっと急 r コード出てくると思うんですけども、あのまだね、 えー、あの、QR コード登録してない方は、ぜひね、こちら開いていただくと、音声ファイルとか、あ今、そうだ、えっ、ー、と、音声の方も、また別の、えー ラジオ番組みたいなのを取り始めてますね。まもなくスタートできると思うんですけども、えー、Spotify だとか、ポッドキャスト、そちらの方で流し始めてますし、公式 LINE の方でねあの、過去のアーカイブ、もう100回以上あるアーカイブの方で、えー、チェックすることができますので、ぜひね、そちら登録していただければ幸いでございます。はい。えー、で、今日のテーマですけども、2月22日と22 2 2二。 で、27日、えー、何回並ぶんだという感じですけども、第111回あったときの原罪の対処法ということで、はい、えー、まあ、割とこれ結構、あの、まあ、通常のけ、けがであれば皆さん対応できるかとは思うんですけども、あの、うまくいかない人って、えー、いらっしゃるかと思うんですよねで。今日はね、そのメカニズムみたいなのを話しつつ、実際にね、あの臨床で使える話を 行っていいいこううかなというふうに思います。まあ、だから大抵のことは、ね、結構何かしら刺激入れて治療はうまくいったけれども一回はり出した時にどうやって対処したらいいのかっていうまだねその辺がうまく自分の中でも常に決まってないそういった人に向けてお送りしていきたいと思います。 えー、4つ伝えたいことをちょっとメモっておきました。で、まずですね、はい、まずテーマ1、えー、人の知識を改めて考えてみたいんですよね、でそこがやっぱり鍵になって、えー、いくということで、えー、超回復の理論。 それについてちょっとおさらいしていきたいと思いので、腸回復っていうのを知らないのであれば、ここでね、チェックして、腸回復って、まあ、要は治るとかあの、鍛えていくっていうところでね、筋肉が太くなるとかも含めてですけども、そこの部分に鍵となることが3つあるんですね、3つ。ね、これまず話します。で、この3つがしっかり抑えられないと、条件があのうまく揃えられると、 バン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 治っていきますけども、これの一つでもなんかね、うまく揃ってないと、っていうのは治らない、あるいは強くなっていかないという、大元の理論ですね。はい。で、これもすごく勉強になるんですが、続いてのこのテーマ2の方ですね。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。こちらが多分今日一番、もう、保存本だと思うんですけども、 えー、交感神経 VS 副交感神経、えー、ということで、自律神経、ちょっと復習しましょうということで、この、ね、交感神経、副交感神経の関係が分かれば、ね、どうしようかっていうことが分かります。で、えー、皆さんが持っているバックグラウンド、針、まあの人がいて、理学療法士がいたり、ボディーワークの人がいたり、えーね、いろんな方がこの番組に。 してるかと思うんですけども、ね、体をとにかく動かそうっていうね興奮させて、えー、あの刺激を入れる交感神経と一方で体を作るってね休ませて作る、えー、栄養を吸収するとかっていう副交感神経、えー、それの関係がどうなったこうなったアンバランスだけじゃないですよ、えーまあ、そういう話をちょっとここでしたいと思いますでそういう見方ができると えーまあ、損傷してるとかあの病気になった時に、えー、いつも同じやり方ってでなくてこの関係からこういうことをしなくちゃいけないっていうのが、えー、分かってきます。はい、で、えー、私もあの結構あのこれで悩まされることがあるんですけども、まあ、本日選んだテーマのー、ね、そのものズバリっていうところではあるんですけどもテーマ3ですねテーマ3。 注意せよ非特異性覚醒ということで、ちょっと聞き慣れない言葉がね、非特異性覚醒っていう、うもう、しっちゃかめっちゃかの,あの状態があ、こういうことだよっていう、ちょっと、同じ見たことないよっていう人もいるかもしれないんですけども、まあ、神経整理のところの話ですね。はい、えー、これの話をちょっと紹介します。 ここで紹介したので、はい、どういうことかっていう、実際私の失敗談、多分、あの、成功話もそうなんですけども、失敗話っていうのは、あの、あ、そういうことかっていうね、参考になると思いますし、えー、まあ、同じことをね、あの、してほしくないんで、えー、泣くのはね、いつも患者さんですけども、あの、お客さんですから、あの、私の失敗例をテーマ4。 ね、テーマ4、えー、実際の失敗例これを紹介ま,まあ、あのー、紹介できる範囲で、えー、話しますけれども、えー、このね、えー、やっぱり、あのー、治らない,い,い条件環境の中、えー、そんな時にまあなんか、えー、テクニックだったりいい、ね、治療機械だったりとか、あのー、そういうものをやもう全然なんですよね。 腫、まあ、れは引かないですしずっと腫れてるとどんどん菌は、えー、ね細くなって菌萎縮して余計ね、あのー、体支えられないっていうような、えー、状態になっちゃいますので,でずっと熱は引かないですし痛みには敏感でっていう状態になっちゃってますねなので、えーまあ、特にね、えー、この非特異性覚醒、えー、こういう状態にしちゃいけないぞっていうので、えー まあちょっとと失敗例をお話したいと思い思ます、はい、ではそんなふうなことで理論だったり失敗例を伝えたところで実際のアプローチ例で,ですねこんなふうにやりましたよっていうのを最後に紹介してまあもしかしたらそれまで難しかった理論とかをっていうことでテーマ5ですねアプローチ例。 アプローチ例をまるやるっていうのは、えー、ナンセンスですので、えー、やっぱり患者さんに合わせてですね、もう個別アプローチです。全く同じ方法だけども、時間がとか刺激の,、ね、あの量とか、えー、もちろん変えていかないといけないですし、 えー、ある人はそれをしたらもう1日2日でパッと治るかもしれないですけど、ある人は10日間、1週間かかっちゃうという、まあ、そういった感じですので、まあ、これが絶対いいんだっていう話じゃなくて、そんなふうにして、えー、この理論をもとにしてやってみたら、えー、こういうふうになったよっていうね、そういった、えー、話を紹介できればいいなというふうに思っております。はい。 まあそんなふうにしてね、今日あの腫れのひかない捻挫の対処法、テーマ1から5に分けて、えー、お届けしてまいります。はいえー、ででぜひねあの、足首ですと、まあ、なんだかんだ言って、えー、固定したといっても体重かけて、あるいは心臓よりずっと地面に近い、まあ、重力の影響を一番受けるような場所ですのでねあの、そこの部分、なかなか治らない状態になっちゃう。 なっちゃうと結構ずっとあのおかしい状態で続いてしまいます。はい。そんなわけで今日の話ねぜひねあのー、まあ、あまりよく理論を知らない方は、えー、参考になるかなというふうに思います。はい。はい、えー、それではね、えー、早速手元、えー、行ってみたいと思います。えー、人のの強回復のですね。 まあ、風邪をひいたらね、免疫力が、なんていう話は、ね、よく、子供の頃は聞かされたと思うんですけども、やっぱり、あのー、捻挫しちゃったとかっていう,う、足首、まあ、足首とは限らないですよね。位書かなかったんであの、膝だったり、肘だったり、いろいろあると思うんですけども、まあ、大体いの足首かな。まあ、私はサッカーやってて膝だったり、 えー、全然違う部位もありますけれども、えー、そういった、えー、部位で腫、えー、れが引かない、あるいは途中、リビリを、ね、それまではずっとこうやってて、えー、ある時から、えー、急に、ね、水が出ちゃった、腫れちゃったっていう状態ですね。はいでえーまあ、今回、捻挫ですけども、捻挫じゃなくて関節の中の組織、えー、損傷、えー、そういったものが。 疑われるるケースもあるかと思います、はい、そういったときに、ま,あ、まず、この超回復してもらうためにも、この議論をね、知らないといけないというところですね。はい、ちょっと画面共有したいと思います。よいしょ。共有ボタンを押して、で、やっぱり、あのこれがおもとで こんなの知ってるよっていう人もいると思うんですけども、えー、っと、ちょっとっていただいて、こですね。はい。あのー、まあ、こんな曲線になってきます。ね、左側、えー、の、えー、っちか、まあ、こっちから最初。はい。あのー、一回トレーニングするごとに、はい。 えーまあ、体全体という意味もあるんですけど、教育症の、えーまあえー、質がですね、まあ、部分的に、えーまあ、ミクロのレベルでこう、ね、あの組織が損失したとかっていうことじゃなくてですよ、あのすごく使われて質が落ちると。えー、そのタイミングで栄養とお休息で、栄養っていうのはもう具体的に。 えー、まあ、アミノ酸含めね、も、え、のー、を作るための本当に材料ですよね。で、えー、これがですね、あ、そっか、えっ、ー、と、ね、ちょっと携帯でやってるこちらの、あのー、インスタさん、これ今結構いろんなところで、えー、やってるんですけども、よいしょみ、見ますか、はい、すいません、これでいきましょう。はい。で、ちょっと待ってください、こんぐらいがいいかな。はい。 あのー、栄養が材料、ねぜ、材料がそこにないといけないんですよ。で、えー、今日はねあの、いつもとはちょっと違うパターンで、刺激が入ったー、まあ、細胞は、えー、特に、えー、繊維が細胞とか、筋、えーね、が細胞、筋肉の目とか、えー、繊維の目とかっていう目っていう字を書くんですよね。目っていうのは、あのー、植物の目が出るっていう目ですね。 で、その細胞が刺激を受けると、で、そのタイミングで栄養で、えー、まあ、休みがあると、そこの材料を使って、本当にコラーゲンだとか、えー、ね、あの、ギグスとか、あの、まあ、そういった構造的に強くなっていくと。なので、えー 抵抗力って我々言うんですけども、なかなかこの言葉がね、日本の現場にないんで、えー、難しいんですけども、えっと、抵抗力っていうことは、ある限度を超えたら壊れちゃうよっていう限界のそのね、強さみたいなとこですよね。壊れにくさとかね。はい。えー、そこの部分の抵抗力が、えー、まだ弱いので、じゃあ弱めの刺激を入れてね、そこで強い刺激を入れて壊れちゃうので、 はい、あのこの弱い刺激なりに、まあ、局長では精一杯頑張ってもらってで刺激が入ると。でその時に栄養があると実際にその材料を使って組織が太くなったりコラーゲンの数が増えたりというふうにして強くなると。 でそれに合わせて、今度は刺激トレーニング、2回目のトレーニングもしっかりと、あの前よりもちょっと強い負荷でトレーニングすると。そうすると、ね、同じ負荷でやると刺激にならないので、ね、抵抗力ギリギリが一番効率よく、ね、強くなってきます。はいえー、それでまたそこに、ね、局所の栄養ですね、材料があると、 それを使って構造的にあの丈夫で強くなっていくというのの繰り返しですね。でそれがやっぱりここにあるように、はいえーね、ここのトレーニングここのトレーニングってま,まずポイントになるのがこの刺激がいつも、えー、その回その回ごとに適度でないといけないです弱いとこれ刺激にならないので、えー、跳ね返ってこないです。 でもう一個は局所循環、栄養の方ですね。栄養、栄養、栄養。ね。で、今日この後話すことがちょっと絡んできますけども、えー、副交感神経がここでちょっと絡んできますよね。栄養。栄養を局所に渡すというところで言うと、やっぱり毛細血管が開いて、筋肉よりはいろんなところにこうね、あのー、やっぱり血液が行き渡ったりとかね、えー、そういったことがなされないといけないというふうになってきます。 で、これですね、先ほど時間の話しましたけども、えーまあ、刺激をてこう跳ね返ってきたこの、ね、この効果が持続する期間も決まっているので、その効果が、ね、なくなっちゃってもうゼロベースになっちゃうと遅いと。ね、あるいは、こう、一回質が落ちて、で、えー、超回復する前に、ここのタイミングで、ね、トレーニング入れちゃうと、 ねえー、まだ回復しきってないから抵抗力も低いですしっていうその繰り返しでやっていくと、ね、疲労骨折だとか、えー、アキレス腱切れちゃうとか、ね、組織損傷の方につながっていくっていうことなのでやっぱりここの刺激の、ね、強さ量、えー、あるいはここの休んでるとまの、あえー、局所循環、えーね、栄養とやっぱ休み、ね、ここの間の、えー、休み期間 これ組織のと違うんですよ。ねえー、と筋肉は結構もうあのすごく、えー、理論が発達しているのでまあ週に3回ぐらいすごいヘビーなトレーニングでも週3回持久、まあ、系みたいなかが軽くていっぱい、えーね、歩いたら走ったりとかっていうのであれば、まあ、鍛えられてくると毎日やっても大丈夫です、はいえー、だけども、えー、ジャンプとか人体腱とかをすごく刺激を強く高強度で えー、受け止めたりやっていくってなってくると、えーまあ、野球のピッチャーとか思い浮かべてほ、えー、しいんですけども,もう何十球って投げるときに肘の内側側屈じ体とかを、ね、こうやってバーンってね、えー、ひねってここすごい張力が働くと思うんですけども中3日だとか、えー、4日とかっていう感じで週2回、ねえーまあ、あのトレーニングをするという感じになってます。 ね、えー。なので、組織によって、えー、ここのおまああの幅が変わってきます。組織によって、ここの幅が変わってきます。ここね。ここの幅。はい。 だから、えー、毎日、ね、筋持久力、そんな、えー、中強度、低強度で量をいっぱいやるみたいなのは結構頻度多くやれるますけども、高強度になってくると回復に時間がかかるのでっていう、まあそこの部分も、えー、ちょっと計算しないといけないですね。で、今日お話をしている足首の捻挫、靭帯とかの靭帯ですので、 はい、まあ、ずっとアスレチックリハビリとかやられてる、ね、今日聞かれてる方もい,いらっしゃるかと思うんですけども、そうなってきたときには、えー、まあ、高強度の最後の仕上げになってきた場合には、えー、激しいね、あの、トレーニング刺激は、えー、週に、えー、やっぱり2回ぐらいに収めておいたほうがいいです。はい。まあ、これをもとにしてね、みんな運動療法だとか、まあ、これ別に運動療法のとこまでいかなくても、通常の、あの、 リハビリ、あるいは、まあ、あの、怪我した後の対処のところでも使える話になってきます。ね。はい。まあ、これがあって、でもこれどおりに進まなくなっちゃったのが、今日のテーマである、あの、腫れの引かない捻挫ですね。で、腫れが引かないっていうことなんですけども、あの、これが困ったことに、はい。ちょっと、ホワイトボード使いますね。はい。よいしょ。 ちょっと待ってください。このなんか、あ、消えちゃった。ちょっと申し訳ないです。あ、やべやべよいしょ。はい、今ちょっと携帯、ちょっと考えないとダメだな。はい。いきますよ。はい。で、えー、ちょっとこっちは上に上げて。はい。 あの今の超回復の話で、えー、あれ、何を伝えようとしたんだ、えー、白く飛んでしまいましたね。超、えー、回復で、えー、こうなっていくんですけどもあと、腫れが引かないケースですよね。腫れが引かないっていうことは、どういうことかっていうと、先ほど言った、コ、あのーまあ、ラーゲンの数を増やす話ですね。えー、なんですけども、 えと通常刺激が入った場合に、ねあの、コラーゲンが、えー、栄養と休、ね、息があれば増えていくと。で、さらに刺激を入れて、ね、そしたらもっと増えというこういう状態ですよね、先ほどの超回復。ね、で、えー、まあ、ちょっと書いておきますけども。 はい、ここで刺激が入ると。で、刺激が入ると。刺激が入るというような形で、徐々にこうやって増やしていくと。で、刺激が入った時には、しっかりとちょっと見えなくなっちゃうから、栄養と休みがないといけないと。ね。はい。 で、これのおもっと大元ですよ。はい、体の中で、えー、とこの後の交感神経につながってくるんですけども刺激が入った時だけ先ほど言ったまる、えー、が細胞が、えー、こうやって強くしてくれると。 おこれを信じて刺激を入れるんですけど、刺激がね、えー、うまくいってない、栄養がない、あるいは今日話をする、腫れ、話、し、痛みがあるっていう時に、えー、これの細胞は、まあ、ずっと分解する方向にあったりします。ね。で、しかも、 結合組織内にある水分結合がどん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 締まっていくので可動域はちっちゃくなるもろくなる細く、ね、糖尿病の患者さんとかの足見たことある人い,いらっしゃいますか皮膚薄くなったりね、あのー、爪がもうカスカスになっちゃったりとか、えー、かかとのところとかもう、あのー、保湿がないんでっていうので,でどうなってるかっていうところですよね。はい であの、体が正常にな治るとか強くなるっていう状態であれば、これが働きます。ね。はい。あの、シャーレに、ね、シャーレ、あると思うんです理科の実験に。で、そこにポンと培養のゼリーとかの上に菌を与えると、ね、まあ、糖分とかだと思うんですけども、それを材料にワーって増えていきますよね。あれの感じですよね。刺激があって周りにしっかりと、 あの栄養があるとどん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 それで使って太くなっていくという状態になってます。はい、なので、えー、ちょっとモデルを書きますけども、まあ、これ私いつもあちこちで書くんですけども大事なのは環境づくりなんですよね環境づくり。ね、今日の話の、えーね、循環循環じゃない今日の話の腫れの引かないところ、あのー、足首の 話からどう持ってくるかみたいなところですけれどもその前に体が循環ねあ体が治る環境であるというのがいかに大事かっていうところなんですけども例えばねこういった組織損傷これ細胞だと組織損傷があった時によいしょね本当だったら刺激を入れて、えー、局長のね,あのねところに栄養があってとかこの話になってくるんですけれどもまずねここの、えー 末端の、えー、細胞に向かって、ねえー、酸素あるいは、ね、栄養があのいっぱいある動脈血がこう流れてくると栄養とか、えー、酸素が流れてくると、ね、で、えー、それを材料に、えー、ここの中にあればそれを使って、えー、この状態1本が3本になったりとかするわけですよねはい。 一方で、よいしょ、使い終わったら、ゴミが出ますんで、ゴミが出るんで、あるいは CO2 が出るんで、静、ねえー、脈血でこれを吸収して、で、心臓に戻すと。ねはい、なんですけども、 それをコントロールするのは、ねえー、結構毛細血管をに行く前に、ね、そこ、まあ、体温調整とかの部分もあるので、体温調整だとか、えー、今日話をする副交感神経によって、運動器の方に血流を回すのか、あるいは、 えーね、食べ物を食べて、えー、小腸大腸の方から、えー、栄養を吸収するんだあるいは持ってる栄養を必要なところに流すんだっていうのでそれのコントロールをするコックがあるんですよね。はい、で心臓はバクバクやってるんですけどもここの部分に、ね、心臓バクバク、ねえー、やってるんですけどもここの部分閉めたら開けたりとかっていうことで、えーね、手のひらが冷たいとかあったかいとか、まあ、いろんなとこにやってるというわけですよね。 で、一方で、これ、どん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 浸透していって、でもこれ出さないと戻さないといけないので、ね、えー、皆さん、えー、覚えてますかキーンポンプを使って、ここ、ね、えー、戻していると、いうことで、ここがしっかりと動いてないと、ね、あのー、ここの中パンパンになって圧力上がりすぎちゃうと、浸透もしにくくなってきますよね。 はい、なので排出する方って結構大事なんですよ。でこっちの方には、ね、あのリンパの流れがこうあってこっちの方も吸収して、えー、流れにくくと、はい。こんな風にして局所循環いっぱいいろいろなことが絡んでく、えー、るんですけれども、はい、あのこういう、ねえー、純粋に栄養だ,だけ純粋にゴミだらけっていう関節液はないんですけどもここの部分を。 ねえー、どうやってフレッシュな、えー、熱帯魚を飼ってる水槽みたいにやっていくかっていうそういう考えするんですよ。で、えー、それが、あのー、根本的にあって、えー、今日の晴れの引かない足首っていうのを考えていきたいと思うんですよね。で、えー、そういう,うね腫れが引いてないっていうどうなってるかって言うんですよねパンパンになっててパンパンにパンパンになって。 たぶん本当はパンパンになって止めちゃったりとか、あるいは浸透圧ものすごいですから、えー、仮に流れてもいかないとか、ねえーえー、もうパンパンになってるんで、まあ、リンパとかは皮膚、表層に走って、ね、そっと走ってるので、あの全然こうね、多分パンパンになってるからあか、あんまり動か,か,かさないということで、皮膚が動かないとリ、ね、表層のリンパって流れないのでそこ、そこでもまた止まって、で、むくんでると。ね、むくみ ねえー、で、金ポンプも使ってない、安,安静にしてっていうような状態で、この中はもうゴミ CO2 だらけになってると。はい。だからもし仮にこう刺激を入れたとしても、ね、えー、まあ栄養がないので、えーね、刺激は入ったけども、ま、え、る、ー、が細胞、材料があれば動きますけども、えー、ないので、えー作ね、なんか作るっていうことができないと。 で、えー、安静にして、えー、あるいはテーピングで固定してっていうので、面化しちゃったりとか刺激がなくなっていくので、もうどん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 分解していくっていう。で、痛みには敏感になって温度も高いですから、痛みがあるとさらに、ここの循環が悪くしてっていうような悪循環になってきます。ね。